乾杯。はーい。なんで恥ずかしかったって。じゃだけど、お前が好きになったのはこいつなんてしょうがないよ。すぐ無理。すぐやって。押しろ押して。そうと思ってる。お疲れ様です。ああまあしま。あ大変でした。まあ、今日は応援で楽しみましょう。乾杯。はーい。科学的に面白いです。これどうよ。ナイス、いきなり頼んでも大丈夫？有名な美味しいご飯。茶碗でご飯食べたいと。はい、とりあえず米に。じゃあ米はこだわってます。おにぎり作ってもらえると。メンマおかわり。あ、メンマ。これすごい。メンマと米が食べたいらしい。これはあのお姉さんが食べたい。どうぞどうぞこれ。あっとくち。最後の一個。もう料理ガンガンのしくやいい。え？ガンガン。まあ、あれ全部作ってないの？はい、作ってるよ。持ってて。もうどんどん出しちゃおう。もうちょっと入れなきゃ。全然全然。めっちゃうまい。こだわりの炊飯器を買ったらしいです。甘いっす、米の。言ってた。キミコさん、キミコさん、ご飯甘くて美味しいって。美味しいでしょう。本当。言ってますよ。そうだよ。こだわったっすよね。買ってもらってないけどね。俺がここ冷蔵庫とコンロ買った。そうそう。それなのに。カーペット入れ替えるで、さらに誕生日プレゼントドライカーペット。おにぎりあるよ。おにぎりやっといた。でもこんなにしかないけど。2個しかないから。ああ、いい。はい。おにぎりある。あ、子供たちも食べさせて。最後の1個。最後の1個。はい。メンマ。メンマ、マジで。あ、それ全部もう切れてる。最後にこれ小籠包みたいな、小籠包みたいな、わからない、おすすめしか言われてない。社長が大阪でまずいって。こんなギリの小籠包見たことない。目で食べてる。あ、何これ、おいしい。わからん、おすすめしか言われてない。みよも、いや、ほんとおいしい。こんな初めてだった。本当にうまい。分かったけど。動画みたいなんだよ、これ。小籠包じゃない。あ、動画だな。だからお前、俺に怒られるんだよ、バカ。いや、みんな知らない。今、ショーして、その場で思ったから。俺、前に座っとって思ったもん。こいつやったわ、って。お前、本当に、ダメだよ、あれは。いや、お前悪くないな。俺も悪いよな。俺も悪いよ。ごめんな。いや、今、めちゃくちゃ振って始めた。ちょっとプリンが当たったの。じゃあ、もう、イエイラしとったの分かったの。ちょっとまあ、俺も揺さぶりじゃないけど、お前何起こっとんだみたいな、やったら、たまたまこうテンポあんってやったら、プリン持っとったやつが、パーってプリンがここに飛んだんだわ。何やが。やばっ。そのイライラしてその俺プリンが一番イライラしたもん。お前誰に向かってんだよ、うらーって俺も笑って、カメラ回してる。で、もう、あ、これもう YouTube にした方がいいわってとことん言って、俺も YouTube になるじゃん。お前料理やるの？はい、やるの？もうちょっとだけかじる程度に。お前ら、俺同棲マンで許しじゃないよ。許可はもうもらってるから、本当のパパに。お前のパパ言うっちゃ、俺は言うっちゃ。パパにももらってるから大丈夫です。どういう生活してんの2人？普通の生活です。違う、どういう生活って、どういう生活かですか？逆にどういう生活してるんですか？俺はね、もう嫁さん、お前嫁と一緒に住んでる。今寝てない。え、ちょっと教えてください。ルーティン教えてください。家帰るじゃないですか。家帰るじゃん。で、風呂入るじゃないですか。俺、先飯食べる。途中で帰る。今から帰る。嫁が飯作って、そして俺帰って、飯食って、子供とじゃれ合って、風呂入って、で、子供は大体9時ぐらいに寝るんで、
風呂入って出てきたら、俺子供寝かせに行って。お前寝かせな。あ、寝たなと思ったら、リビングでテレビ見ながら。で、嫁が、この間も洗い物とかやってて、でそのまま嫁に寝に行くみたいな。嫁と一緒に喋る。もう喋らんか。ほらね、今絶対喋りませんって言って欲しかったんですよ。もう喋らん。どっからせなんか喋る必要ないよ。わかるな。味方じゃないっすよ。じゃあ何が聞いてるの。何ですか。味方でもねえやん。完全に喋る、喋らんわけじゃないですか。飯の時は喋るじゃないですか。寝る前に YouTube とか見ない。はい、飯の時に YouTube とか見ない。見ます。じゃあだから見ないでって言ってるわけじゃないですよ。見とって話聞かないから。だよ、あの本当に思う。だから俺は見よること思って言ったの。一緒に寝るな。俺すごい嫌だ。人と寝るよ。俺はミオのこと好きで別れてほしくないから。一緒に寝ようがいいんじゃないんだけど。ちょっと無理。そうやって。お尻を押して、そうと思ってる。無理だ。まあそうかって。俺言うしかない。私に合わせてって言ってないじゃん。私に合わせてよ。最後に、なるで。準備させた方がいいよ。寝たい時に寝たして、自分が眠たかった人に寝に行くとか。テレビ見たかったら一人でテレビ見るとかしないと、で私寝るから一緒に寝ようとだったら多分もう続かなくなるだんだん、そうそう、だからもう家でも好きなことさせて一緒に寝ようは言わない。お前は子供ない。いや、お前は子供ない。子供ない。だけど、じゃあ、お前が子供だけど一つ俺も子供だ。あ、じゃあだから飛んじゃった。飛んじゃった。じゃあだけど、お前が好きになったのはこいつなの。しょうがないわ。今多分ガチガチのルールにしたら結婚したら多分別れると思いますよ。入らなくなって、うん、ね、今はまだいつでも変な話、別れれる、離れれる、一回距離を置いて実家にどうしようか帰るとかできる状態だからこその、だからいいんだよ。 なのに今ガチガチにしたら多分結婚したら無理じゃないですか。でもこの二人はでも付き合っておいていいんだよな。前も一回別れるかもしれないですね。多分それ繰り返さんとお互いが分かんない。お互いな。だけど本当になんで別々に寝ろっていうのは、立って寝る方が楽だから。着ないとかじゃなくて。マジそうですよね。まあでも一緒のベッドで寝ることがもうストレス。いやちょっと僕目が覚めるから。でもリュウジとかするよ。ちょっとのままあれ動くって起きるって全然起きない。そうそう、ほんでなんか寝とる時に携帯知ってるのか知らしてる。俺はなんか気ぃ使う。なんかトイレ行くのも気まずいとか、なんか例えば4時5時に目覚めて、なんかあDVD を見ようかな。あでもなんか、あなんか、みたいな、なんかベッドでボソ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 。わかる？こういう気持ち。わかるだろう？なんか、あみたいな、日曜日だもん。わかるだろう？ってめっちゃ気使ってたから別に。違う違う違う。昔はそんな感じ。あ、そういうこと。別に寝たいっていうのはそういうことじゃないの？でもう2番。別に寝たい。今も。別に寝ないんちゃう？なんでなんでそんな一緒に寝たいの？一人で寝たい。え？もともと一人で寝るの？じゃあ、変わんねえじゃん。そんな責めないでください。別にいいじゃん、寝たいんだから。逆に返し普通に一緒に寝るって。逆に俺別に寝た方が今日は一緒に寝たいってあると思う。俺はでも別で寝ようって言ったら、あ、今日は嫁と寝たいとか何でしょ。お前は今日一緒に寝ようってやるか。でもこれ寝ようと思わなくて、自分が寝なかったらムーって入ってくる。別に寝てるからこそなるよ。お前一緒に寝てる。僕はそこら中で寝とるもんで、あ、別に一緒に寝ない。関係ルールはないです。そこはルールが一番強いよな。起こされるの。起こされる。起こされるの。寝とったらもう。いやでも、じゃあ俺もそれあったあったんだけど、俺もリビングで寝とったら、はい、寝室で寝てよって言って、俺普通ぶち切れたから、ふざけんなおいって。いや、こういう気もあるんだよ。それが家出ないから、あ、分かってなーって言っちゃうんだろ。で、こうやってみんなの力を借りて言おうとしようと。それって、それ一番ダサいじゃん。どう
頑張ってくれたね、この10人に来て。はい、これマイク使わない。酔っ払っといてあんまりよくわからない。どう？今日ありがとうございます。急に今日6時、7時に来ました。6時半だよね。6時半に電話して、この間10人に料理して。1時ぐらいに来るとか言って、めっちゃてんてこまん。8時半に来たし、40分ぐらい。ちょっと遅れてきてくれたもんな。遅れてきて、気遣ってね。ちょっとさ、いい？ちょっと、顔の大きさ的にさ、もうちょっと前に出てくる。本当。大丈夫。ちっちゃい、大丈夫。いい、そう。なんで恥ずかしかったって。ちょっと遅いってもらえるの。どうなの？流行ってんの？まあまあでよ。でもね、あの平日はね、2組とか、でも新規さんが来てるのでね、すごい嬉しい。それね、花とか見て、来たかったとか言って、あの道の花、ここ通る人が、で、一回来たかったとか言って。じゃあ、この YouTube の見たよーって言って、新規でも全然いいの？もう全然来てほしい。いや、サービス。あるある。あの、ウェルカムドリンクいっぱいサービス。マジ？じゃあ、ぜひ。インスタ登録もしてもらえるよ。あ、インスタね。そう。キミコと娘のミユ。あ、この店のインスタを。あ、店のインスタもあるの？うん、あるの。それを、あの、登録してくれる。そしたら、あ、一杯サービス。はい。で、でもね、でもね。俺も今日なら全員一杯サービス。あ、ごめん、もうこれはやりくりみたいな。やりくりみたいな。つけてないもんだって、わからんか、こんな。そうか、そうか。ドカドカと。あ、ぜひ、じゃあ使ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アシモ剤購入と自主性ね、はい、近いやるんで、あの、はい、マンツーマンの、あ、何ていうのかな、オンライン相談会みたいなのやってますんで、ぜひまた応募概要欄ありますんで、よろしくお願いします。お願いします。トシ君の悪いところが今全面に、いや、僕なんでこれ酒飲まずにやるの？言う力はあんだ。いや、言ってるよ。みんなも楽しむからそれ言わんほうがいいんだよ。さっさらドバで毎日、お前らちょっと残れよって10分話し合う。お前、いい日、ぐちぐち言ったらいいんだよ。俺、それやってきたんだよ。ぐちぐちやったからみんなが今おるってことだよ。もう、いやいや、全然いやいや。酒飲んだときは、今日もご苦労さんって。ねえ、それはどうしよう。